はい、本日はですね、バルトローライトジャケットのスナップ動画を作っていきたいなというふうに思います。ということでね、以前レトロ X のスナップ動画っていうのを作らせてもらったんですね。僕の視聴者さんにレトロ X を着てもらって画像を送ってもらって、それを僕があんやこんやいらんこと言っていくというのをやったんですけども、今回それのバルトロバージョン、僕が今着てますよね、ノースフェイスのバルトロライトジャケットを着用した状態で、ご自身の年齢とかね、あとはこだわりのポイントなんか教えてくださいねなんて言ったら、結構皆さんありがたいことに画像を送っていただいたんですけども、若干ちょっと季節早かったかもしれません。っていうのもね、やっぱダウンジャケット着るのって12月ぐらいでしょ。で、僕募集したね、11月の上旬なんですよ。だからね、まだダウンジャケット着てへんでいう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、本当にありがたいことにね、今回ね送っていただいて本当に感謝しております。僕がね、冒頭でペチャクチャ喋ることでもね、皆さんの画像を見てもらいましょう。それの方がいいからね。もう早速本日の流れいきますね。本日の流れとしてはですね、ここに出てる人数分ですね、何人って僕は今知りません。これ今から見ていくので何人かは知りませんが、これだけの方のねコーディネートを見てもらいます。で、あ、今年ってバルトロライトジャケット着るときってこういう感じでいいよねとか、僕ちょうどこの色持ってたんだから、同じような着こなししようかななんていうのをね、参考にしていただければいいかなと思いますので、そんな順番でお話ししていこうと思います。ではまず一人目の方、こちらゾーンということで、もうね、この方は募集しすぐ送ってくれた、めちゃくちゃ早かった、もう一番乗りって感じでね、本当にありがとうございます。すぐ送ってきてくれたってことは、おそらく去年の画像かな、すぐ撮ったってことはないかなと思うんですけども、30歳の方でね、身長170センチでバルトロ M サイズを合わせてるはるらしいんですね。確かにサイズ感的にもちょうどいいかなというような感じで、こだわったポイントじゃ教えていただきますよと、好きなジャンルはストリートです。確かにストリート好きそうですよね。帽子こう前にかぶって、こうサングラスかな、だてメガネなんかかけてね、おしゃれな感じでストリートですねなんて言って、こだわったポイントどこなんですか。モノトーンとカーキ系の合わせをしてみましたと。だから要は白黒灰色のモノトーンにプラスアルファ差し色としてカーキを入れました。これおそらくニュートープやと思うんですけど、そうすることでね、いかにもノースフェイスらしい感じでもあるし、こう大人のね差し色の仕方というか、こう真っピンクを入れたりね、真っ赤を入れるっていうのじゃなくて、ちょっと上品な感じで差し色を入れたということがね、こちら信玄パパという方なんですね。でパパっていうぐらいから、おそらく娘さんがいてるんでしょう。娘さんもね、娘さんか息子さんか知りませんけども、お子さんがいてるってことでね、お子さんもこんなおしゃれなお父さんいてたらええなと思うんですけども、まずこの方が1人目。次はじゃあ2人目の方いきましょう。こちら女性の方です。ゾーンということで、めちゃくちゃシャレ取れないかって、こんなんおそらく東京やと思います。僕知らないですけど、おそらく東京やと思います。東京のね、ポップアップ僕また年明けするんですけど、その時もね、行きますって言ってくれてるんですけど、この方、こんなおしゃれな方、この大阪でおらんよ、なかなか。特に僕のね、このいてるオフィスの周りなんかね、大体おじいさんとおばあさんしかいてないよ。こんなにね、僕よりも金髪の人が見たことないんですけどもね、綺麗に染め上げててね、こう全身ブラックの中にリュックにね、ヒョウ柄を入れてるってことなんですけども、ちょっとポイント聞いてません。ちょっと待って、ポイント読んでなかった。と、ポイント読んでいきます。21歳の方です。若いですね。21歳ということで、今年成人式終わったかな。成人式どうでした？楽しかったですか？成人式終わったからちょっとバッサリ言っちゃったかな。ちょっとわかりませんけども、21歳の方で、身長163センチ。女性で言うとこちら XS なんですね。確かに163やったら XS でも S でもいけるかなって感じなんですけど、この方の着方的に結構スタイリストにキュッて細く着る方やと思うので、多分あえてね、XS をチョイスしてはるんやと思いますが、ジャンルはね、オールジャンルを好きですっていうことでコメントくれてたんですが、僕が返信ね、めちゃくちゃおしゃれですねと、 YouTube で使わせていただきますのでよろしくお願いいたしますということなんですけども、本当ですか、拓造さんにそう言ってもらえて嬉しいですということでお声いただいて、またね、東京で会うのを、ね、楽しみにしております。もうそもそもこのブーツ大阪で見えへんよ。こんな厚底のブーツ見たことないんやからね、やっぱり東京の人やなと。これおしゃれなね、これ目黒とかなんかな、ちょっとわからないけど、僕目黒しか知らんから、おしゃれって言われたら目黒か代官山と思ってるからね。そのことで2人目の方でしたということでありがとうございます。では次、3人目の方いきたいなと思います。ズドン、こちらの方ね、おそらくカップルで送っていただいてて、去年もね、バルトのサイズ動画の時に確か送ってもらってるんですよ。でしかもその時もカップルで送っていただいてたと思いますので、2年連続も僕の動画に出ていただいたねということで、名前がね、見覚えあるんですよ。この名前知ってるというか見たことあるなって感じだったんで、ありがとうございました。彼女さんかな、女性の方の方はですね、サイズは、ブラックの M サイズですね。で男性の方が、ニュートープの L サイズを着用してるということで、この方2019年はニュートープ買って、2020年はブラック買ってるから、今年また何か買ったのかちょっと分かりませんけども、こちら写真を送っていただきました。このお二人ともね、別々で撮ってるとこを見ると、おそらくですよ、お互い写真撮り合ってるじゃないですか。だからこの表情っていうのは、その彼氏と彼女しか出せない表情が二人ともしてるんですよね。知らんおさん、僕みたいなのがね、撮りますね言うたらこの表情出せませんお二人とも。カップルの信頼できる、そのなんていうのな、テレパシーみたいなね、ことで写真を撮っていただいたということで、ありがとうございました。では次の方に行きたいなと思います。次の方はレトロ X の時も送っていただいたんですけど、この方はズドンということで、
確かに画角見たことありますよね。レトロ X の画角もこれ1枚で自撮りするときでこの画角なんですねって僕言った覚えあるんですけども、その方がね送っていただきました。だからまあ別名自撮りの達人とでも見ましょうか。この方ね本当にありがとうございます。でポイントとかね読んでいきたいなと思うんですけども、今回はね、コーデのポイントって特に実はないんですと。ないんですねなんて、写真の撮り方の方がちょっとこだわりあるかななんて思ったりするんですけど、まあ、コーデのポイントはとりあえず本人はないと言ってると。でこのユーティリティブラウンっていうのはまあクロスキニーが一番合うと思うんですよと、そういうことでコーデをさせていただきましたっていうことなんですが、確かにその通りないと。ユーティリティブラウンって結構男臭い色味やから、ここにワイドパンツ合わせていくと結構ミリタリーというかね、ちょっと軍隊さんみたいな感じでなっちゃうじゃないですか。まあ、だからこうスキニーを合わせることでね、よりファッショナブルに合わせましたということなんですけども、さすがですよねなんて言ってね、まあ、今回もねあのいつも通りあの撮り方ね参考にさせていただいておりますのでありがとうございます。で特に確か前レトロ X の時も結構細めやったかな、パンツ確か細めやったような気がするんですけどもね、多分そういうのがねお好きなんやと思います、こちらの自撮りの達人さんはね。はい、ということで ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドンということで、奥様から送っていただいたんですけども、旦那さんの写真を、勝手に送っていただいたのがちょっとどうか分かりませんけども、主人の写真ですということで送っていただきました。ご主人はですね、現在44歳なんですけども、これ見て、44かと、結構若く見えるけども44歳かっこええなって感じじゃないですか。だってこのねパイロットみたいな帽子あるでしょ、あの耳当てついてる、あれ似合わんのよと。あれ僕全然似合わへんけど、あれ似合う人って大体おしゃれです。僕も一回かぶったことあるんやけどもね、ほんま永遠のゼロみたいになってまうからね、あの特攻隊みたいになっちゃうから僕あんま被らないんですけども、この方ね綺麗にあの似合ってはるからいいんですけども、身長がなんと188センチ、もう多分近くでパッて見たらモデルみたいな感じでしょうね。そら奥さん自信満々に送っていますわ。うちの旦那180でこのスラッとした感じ、このなんやったら特攻隊帽子も似合いますよと、ほんならもうちょっと鼻高々ですよね。あの送っていただいてありがとうございます。しかもロケーションもねバッチリでね、この後ろ側によく見てもらったらね富士山が映ってるんですよ。この方程式ちょっと計算しますね。富士山が映ってて、そこに188センチのメンズがいてる、そしてさらに特攻隊帽子、もうこれ以上言うことないんですよね。でもっと言うなら、バルトロの色が、カモフラということなんで、ほんまにまさに AA のゼロスタイルですよね。あのミリタリーな感じが出てて AA のゼロスタイルということでありがとうございました。ちなみにねその、帽子自体もノースフェイスらしいです。ノースフェイスのフロンティアキャップっていう、帽子をねかぶってはるらしくて、すみません帽子ディスったわけじゃないんですけども、たまたまノースフェイスやったということで本当ありがとうございました。ではね次の方行きたいなと思います。ズドンということで、おっと次の方はこちらあれですね、あの以前レトロ X でも送っていただいて、もうこの方はなんかもうコーデがすごすぎるから僕あんま言うことなくてですね、もうお手本にするしかないですね言うた方なんですけども、前回と一つ違うところ、なんと年を取ったんですね。41歳から42歳になられたということで、本当に誕生日おめでとうございます。まあ、それが唯一の違いかなと思うんですけども、それ以外はね特にあのジャンルとかもストリート系がお好きやったり、カジュアルとかアウトドアのやつがお好きやどということで特に変化もないんですけども、こういうおしゃれな人って家どうなってるんですかね。家の様子も知りたいなと。でどうやって収納してんやろうなと。結構靴もいっぱいあるしね、パンツもね毎回違うしね。こんだけバルトロでねコーデ合わせれたら、あおいおいおい今気づきました、4枚目がとうとう永遠のゼロスタイルが継承されているということで、今現在永遠のゼロスタイルが縛り状態になっております。だから次の方もしかしたら永遠のゼロスタイルになってるかもしれませんけど、この帽子ね耳当ての帽子がついてますということで、ほんまねその5枚目の写真でもあるようにバケットハットとかもね僕は被りたいんですよ。被りたいんやけども、それもね小学生のボーイスカウトみたいになるからね僕はもう被らないんですけども、とても似合ってはるということですね。多分この5通りのファッションなんか絶対どれかできるじゃないですか。キャップは似合わへんねんっていう方はねハット被ってみたり、いやハット似合わへんねんっていう方はねニット帽被ってみたりって、絶対どれかはできる格好やからね。いやすごいなと思ってね見させていただきました。本当にありがとうございます。あの今度ご丁寧にウェアのね URL もお送りしていただいてますので、もうそれ貼っ付けときます。だからね皆さん気になる方見てみてください。ちょっと僕見つけれなかったので、ね、申し訳ないです。では次はねこちらの方ゾーンということで、すいませんちょっとね僕今手元見えてないんですけども、動画やと思います。動画でねお送りしていただいておりまして、2019年のねバルドロの、アーバンネビーの L サイズを着用しているということで、基本のノースフェイスから着用してないんですけども、まだ他のね、商品もありますので出演したいですというふうにお声いただいておりまして、身長174センチ、体重65キロということで明記していただいております。ありがとうございます。なぜか知らないけど同じ動画が4つも送られてくるという、これあの最初嫌
がらせかなと思ったらですね、すぐさまメール来てですね、何度も送信してしまい申し訳ございませんとご丁寧なメールいただきましたので、あ、嫌がらせじゃなかったんだなと思ったんですけども、そら同じ動画が4つもポン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 って送られてきたらね、なんか僕に不満あるのかなとかと思ったんですけども、あ、そうじゃないですよということなんで、ありがとうございます。ちょっと僕今見れてないんでね、どんな映像がこういうふうに出てると思うんですけど、まあ、その方がいただいたと。では次の方いきましょう。ズドン。こちらの方40歳ですね。渋い感じやな。やっぱ多分僕の視聴者の方って結構若いんですよね、年齢よりも見た目が。でコメント入ってます。タクゾー動画に出会ってアウトドアブランドに取り憑かれましたということで、まあもうありがたいことをねコメントいただいて、僕ちょくちょく言われるんですね。僕の動画見出してから結構アウトドアのやつ買いましたよとか、機能性がやっぱ好きっすよね、いいっすよねとかって言っていただいたりするんですけどね、タクゾー動画という、まあもしかしたらこのジャンルはもうファッションとかじゃなくてタクゾー動画になっちゃうかもしれんけど、まあふざけた話したりね、例え話したり、下ネタ言ったりしてね、いろいろもうそれはもうジャンルとしてタクゾー動画になってるんかもしれませんがね、まあそういう風にお褒めいただいてありがとうございます。でこちら来てはるのはですね、2018年、だから今から3年前の、ダークフェイドウッドランドっていう、まあ、カモのシリーズですね。で、S サイズを着用してますと。168センチで S サイズ、寒がりなのでタイトめに着用しております。これもう僕の動画めちゃくちゃ見てくれてるんじゃないかと。もうジャストサイズ、寒がりの人はジャスト着てねって言ってるから、もうそれをしっかり実行してくれてるからあったかいですよね。この方やったらね、別に M でも合わせれると思うんですけど、 M にするとね、やっぱりその分ちょっと余裕が出てくると思うので、まあそれはそれでね、またありかなと思いますが、ありがとうございます。では次の方いきたいなと思います。次の方ズドン。こちらの方はですね、179センチ、おお、スラッとしてますね。やっぱ写真ではあんま身長わからんからね、こうやって見て、ああそうなんやって感じなんですけど、年齢46歳、好きなジャンルアウトドアで、あまり見かけない、あ、こだわりポイントね、あまり見かけないボタルカルガーデングリーンという、まあ、グリーン系の色味にスニーカーをね、そこに合わせてちょっとカジュアルな装いを合わせましたということで、まあ、時期的にはこれクリスマスなんかな、後ろにツリーがあるということはクリスマスかなとは思うんですけども、この年のねクリスマスは何をもらったんでしょうかと。まあ、また渡す側ですよね、46歳ってね、僕も32歳渡す側やからね、まあ、もらってはないかもしれませんけども、そういったね、ツリーと、ダウンジャケットを合わせたグリーンコーデということになっていたんですね。ありがとうございます。じゃあ次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドン。こうやってね、仲良し小良しのバルトロコーデってことで、これ多分皆さん全員バルトロ着てますよね。でこの皆さん全員バルトロ着てくれてて、ちょっとどの方かはわからないんですけども、コメントが一言だけ入ってました。バルトロコーデとは言えないかもしれませんが、これバルトロコーデやないかと、完全にバルトロコーデやないかいと。みんなバルトロ着てて、しかも全員違うから着ててですよ、こっちカメラ目線してる、バルトロコーデやないかということで、これこそバルトロコーデですよね。ありがとうございました。色味的にはですね、まあネイビーであったりとか、これケルプタンかな、ちょっとわからないですけど、ベージュ系があったり、あとカモです。ちょっと明るめのカモかな。で最後女性の方がブラックかなということで、みんなそれぞれ使っている色が違うんですよね。パンツとか見てもね、白系やったりデニムやったりブラックやったり、インナーもね、右の女性は黄色やったりとかね、で男性はねホワイトとか、それぞれこう違う色を使ってて、おそらくね差し色はこれ赤でしょうね。これ男性2人に差し色なんですかって聞いてね、まあネイビーとは言わんでしょう、絶対赤って言うでしょうね。この2人ともスニーカー履いてあるんですけど、どちらの方かちょっと分からないんですけども、ありがとうございましたということで、次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドン。この方はですね、ほんとありがたいことに写真だけねポンと送っていただいて、まあ、さっきのね明るめのカモとね同じような色やと思うんですけども、写真だけこうやってポンって送っていただきました。マルテコーヒーというのが後ろに映ってて、それにしか目がいかないと。それはどこにあるのかと一回調べてみましょう。おっと出ましたね、マルテコーヒーは実は焙煎場で、これ長野県なんですね。もしかしたらこの方長野かもしれんし、長野に旅行行ってたのかもしれんし、そこはちょっと分かりません。個人情報やからそれ以上はもう突っ込みませんけども、このマルテコーヒーの、店主の方かもしれませんしね、長野の方かもしれませんということなんですが、スニーカーもねこれようよう見たらね、多分おそらくこのコーデにねちょっと合わせに行ってるんかなと思ってます。ギリギリ映ってたからね、ちょっとアップして見てるんやけども、まあ、エアマックス98かな、こういう色のスニーカーって何にでも合わせれますもんね。特にシンプルな服着てる時ほどね、パンと差し色になったりするからええかなと思うし、頭のところにねビーニーがポヨーンってちょっと出てるのも見えますし、この1枚からいろんなことを感じ取れると。むしろ逆にコメントないくてもなくてもね、こういろいろこう探っちゃいますよね。ありがたいなと思います。では最後ね、最後の方いきたいなと思います。最後の方こちらズドン。24歳、176センチ、 S サイズということで、なんで S サイズにしたかと言いますと、中には半袖でしか着ないですし、バルトロのダウンのパンパン具合を一番感じたかったという理由です。間違いない、それ
それはもうよく分かってくれてはる。でもね、こんだけ手開けてもね、このサイズ的にジャストやし、パンツが細めやからね、サイズ的にはあの S サイズでね、いいちょうどいいんかなと僕も見てて思うんですけどもね。じゃあ次、この天球の駅っていうところはどこにあるかっていうのを調べましょう。ちょっとどうしてもね、あの見てしまうと気になるでしょ。天空の駅、畜生、天空のなんかでいっぱい出てきますね。ちょっと分からへんな、どここれどこなんかちょっと分かりませんけども、あのありがとうございました。はい、ということでね、あの皆さんバルトロご協力ありがとうございました。次はマウンテンジャケットバージョンを作ろうと思ってますので、もう早速この動画見て後にでもですね、下のね動画説明欄にある G メール先にね、あの画像と年齢とあの概要書いてますので、それをね送っていただければね、次のマウンテンジャケットバージョンでねご紹介させていただこうと思っておりますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いします。今後の流れとしてはマウンテンジャケットやって、で来年の年明けはマウンテンライトぐらいする予定なんで、ちょっとそれはしばらく空けます。だからマウンテンジャケットしてから次はヌプシとかやろうかなと思ってるし、それ以外にもね、あのナンガとかもあるし、水サーダウンとかもあったりするから、まあ皆さんのねいろんなコーディネートを教えていただければなと思いますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、バルトロのスナップ動画を作ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。